マスオゲームズでーす。はい、今日もね、新マスオのマインクラフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではやっていきたいと思います。で、前回はあのね、上のところに行って風のガーディアン倒しました。風のガーディアン倒しましたね。で、この風のソリをゲットして、まあ自由気ままにね、こう移動できる手段を手に入れたわけなんですけど、今日はまた魔法を覚えていきたいと思います。さらなるね、便利手段、便利な魔法があるんで、それをちょっとやっていきます。はい、で、実は前倒したじゃないですか、風のガーディアン。で、あの時からまたね、記録が消えちゃって、またバックアップから呼び起こしました。まさかこんなになんかなりまくるなんて思ってなくてびっくりです。はい、ではやっていきます。で、今日覚える魔法なんですけど、じゃん、もうここ使い切っちゃったんですけど、どれかな、このね、下のこのマークっていうのとリコールっていうね、魔法を覚えていきたいと思います。これがね、非常にいい魔法なんです。はい、ではもうね、設置してあるんで作りますけど、はい、じゃん、これプロジェクティルっていうのかな、っていうマークっていう魔法で、飛ばす、マークを飛ばすっていう形で、あの魔法をしました。あの組み合わせなんで、あの自分にやったりとか、いろいろこう手でやったりとか、いろいろ組み合わせられることができるんですけど、魔法ってその飛ばすやつでやってます。で、ビンテーム出すと、あと矢、今回はね、ちゃんと準備しました。スノーボール、オレンジだよな、赤、どっちか、あ、レッドルーン、これマップですね、ここのマップです。はい、じゃあこんな感じですね、今見えるの、街、ちょっと街っぽいよね、本当に。よし、で、スペルパーチメント、ドン、イエーイ。こちらでマークという魔法をまず覚えます。どれにしよっかな、マークっぽいやつ、どれがマークっぽいかな、あ、でもディグで使ってるしな、これ。どれにしましょう、マーク悩むけど、これにしましょう。なんかペタって貼り付けたみたいなね。はい、で、マークです、ピョン。まあ全然普通ですね。はい、これがマークです。で、次が覚える魔法がですね、リコールですね。リコールって聞くとなんかあんまりいいイメージないですけど、はい、では覚えていきます。これはセルフって言って、自分に今やってます。で、ポーン、ホーム、ビンテウム出すと、レッサーフォーカス、これガラスと金で簡単に作れるやつです。で、はい、マナを、マナというか、あの隣からね、引っ張ってきたのとあとオレンジルーンと、あれ、オレンジルーンとコンパスで、地図ですね、もう一つ地図と、はい、貴重なエンダーパール、そしてこちらでスペルパーチメント、イエーイ、できました。で、これはリコールっていう魔法なんで、ちょっとね、どうしよっかな、どれがいいかな、悩む、またもやなめ、これにしましょうか。なんかこう、ちょっとタイムマシーンっぽくないですか。あ、間違えた。はい、で、覚えました。では、どのように使うのかと言いますとね、まずマークします、何かを。じゃあ、あの村人のところをマークしました。で、これをこのリコール、次使いますね、魔法、せーの、ポン、おいて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 、じゃーん、わかります、これ瞬間移動が実はできるんです。あそこをマークして、ドン、ほら、超便利でしょ。多分すごい遠くも行けると思うんですよ、こうやって。こう、これでマークをいたしまして、いきます、リコール、あれ、ダメか、つかなかったかな、一番奥は。あの木とか狙いたいですね、ポン、
あの木に当たるか。リコール。ダメですね。さすがに遠すぎるのはダメなのか。でもこのぐらいの距離だったらいけるんじゃないかな。あ、ちゃんと経験値マークが。いてててててて。はい、このような形で、もう簡単です。逃げることも簡単。いざとなったらこうダンジョンに行ってね、その行く前にここをちゃんとこう場所だけちゃんとやっといて、やばいってなった時にこれを使えばシュッと戻れるというね、そういう魔法なんです。これで俺は一人でどっかダンジョン行ってももうね、そんなにやられる心配はなくなりました。イエーイ、すげー。まあ風のソリの方がぶっちゃけ便利ですけど、あそことかいけるかな。経験値マークがついたら、つかないか。つかないですね。経験値マークがやっぱつかないってことは、経験値っていうか魔法のね、経験値マークがつけばそこに行けるんですけど、やってみましょう。せーの、ドン。ダメですね。いやー、遠すぎるのはダメなのか、ちょっとショックですけど、このぐらいの距離だったらこうね、ぴょん。おー、便利。あら、はい、すげー。これとあのポータルガンをねうまく組み合わせればもう何でも僕できちゃいますね。家マークしとけばどれだけ遠く行ってもいいわけですし、はい、でマークしてドン。はい、家です。すげえ。あれ、ていうか風のソリどこ行った。あれ、風のソリ、風のソリ持ってないですよね。え、風のソリがなくなった？マジで？はい、ということで風のソリね、なんかな、あれ、風のソリってこんな簡単になくなっちゃうもんなの？最悪。これさえあれば超簡単にいろんなところに行き放題です。マークして瞬間移動。違う、瞬間移動。まあ食らうっていうのはね、もうしょうがないにしても、まあこういった形で、はい、魔法覚えました。なんかこれうまく使わなきゃ面白くないですね。じゃあ次回かな。次回は、あ、待って、ここ向けるまでいけるのかな。遠くでもいけるのか。ちょっとここをマークしといて、こうやって、これでもいけるのかな。おお、すげえ、すごいっすねこれ。おお、いでで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 、はい、まあこんな形で今日はね、新たな魔法を覚えてきました。はい、これ覚えたんで次ダンジョン行こうかなと思ってます。リアル何かポイントですね。水のところ、あそこに行っていいものをたくさんゲットできるようにちょっと頑張りたいと思います。で、風のソリもゲットしとこう。また倒してゲットしたいと思います。で、今一応前回最後に見せた何かポイントですね、あそこに次回というか明日突撃したいと思います。はい、ということでですね、今日は地味に魔法を覚えてきました。はい、まあちょっと物足りなかったかもしれないですけど、次回への布石だと思って勘弁してください。短めですけど、今日はこちらで終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。